2017年の5月に、まあ、あのクラスメソッドとしては専門部署を立ち上げています、はい、2016年の年末に行われたリインベントですね、ラスベガスであったリインベントに参加したメンバーが現地で体験をして、まあ、非常に素晴らしい技術だということを持って帰ってきて、でそこからぜひですね、なんか社内でもいい使い方ができるんじゃないかとかっていうのを検討を始めたというところに、おそらくそうだと思います。2017年5月、まだ日本で発売する半年も前だと思いますので。はい。そうですね、まあ、いろんなお客様がいるんですが、まあ、コンシューマー向けにもちろん何かしらスキルを出したいというお客様もいれば、まあ、PR 目的、最新技術の検証をしたいとかっていうもちろんお客様。提携の相談、質問に対して、答えてくれるようなものっていうのを相談を受けるっていうことはあります。そうですね、現状はそういったものを使うところからスタートされるっていうお客さんが非常に多いです。もちろん将来的にはもっといろんな面で期待できるところがあると思うんですが、今すぐ導入しようと思うと、そういったところからの方が導入しやすいかと思います。そうですね、やっぱり販売、どれぐらいの方が利用しているのかっていうのは皆さんわからない中でいろいろ模索していると思うんですが、おそらくなんですが、まあもうすでに発売されている Fire Stick TV だとか、そういった今までのエコー以外の部分ですね、エコー以外のものから Alexa を使うっていうことがどんどん広まっていくと思うんで、まあ、ユーザーは、特にですね、自分がAlexa 専用の端末を買ったということを意識しない中で、誰でもがそばに実は Alexa が使える環境にあるという状態が広がっていくんじゃないかなというふうに思っています。そうですね、まずは本当に、このボイスユーザーインターフェースを使ったやり取りっていうのが、今までおそらく経験したことがある方ってほとんどいないと思うので、とにかくまずやってみるということで、まずやってみることで、その先の活用方法というのが見えてくるんじゃないかなと思います。そうですね、使ってます。2台あります。そうです、もう本当に、リビングと、あとはまあ寝室に置いてるんですが、まあ、リビングではまあ一般的なその天気予報だとか、まあ、ニュースだとか、そういったものから、まあ、スマートフォンのスキルで、まあテレビをつけたり、電気を消したりといったことをがやっぱり一番メインでは使ってますね。やっぱり非常にいいですね。手を使わなくていいっていうのは、どこにいても操作ができるっていうのは非常にいいところだと思います。まあ、これからのもちろん技術ではあるんですけども、必ずですね、新しいですね、ユーザー体験というものを、まあ、コンシューマーの方、自社の社員の方だったりとか、もちろん自分たちの会社が展開しているサービスを受けているユーザーの方々、それぞれに、いろんな面でメリットを出せると思っていますので、まずは始めてみるというところで、ぜひですね、始めてみて、ここからいろんな自分たちの新しいビジネスの考えを広げていただけたらな